私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の町。6時だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。安野おっさんおにぎり食堂でおにぎりを食べてくれてありがとう。今回は安野おっさんおにぎり食堂子ども塾の大切な仲間を紹介するよ。でもその前に、安野おっさんおにぎり食堂について改めて紹介するね。ビバビアばあさんよろしく。兄つぶり了解じゃ。安野おっさんおにぎり食堂ができたのは2019年10月10日。トヨタモビリティ滋賀株式会社とアミンチュプロジェクトの株式会社町おこしが一緒になって作ったお店なんじゃ。おいしいおにぎりのお店を作ることで2社はこんな夢を叶えたいと考えたのじゃ。お店の夢。トヨタモビリティ滋賀は創業の地である大津市への恩返しとして商店街を盛り上げ町を元気にしたいと考えた。アミンチュプロジェクトは持続可能な子ども食堂や無料の学習支援を展開するためにおにぎりを買ってもらうことで資金を集めたいと考えたんじゃ。どちらの夢にも欠かせないことがある。それはお客さんに喜んでもらえるお店になること。そこでアミンチュプロジェクトのメンバーの一人が東京に移り住んでボンゴという有名なおにぎり専門店で修行した。さらに滋賀の農家さんと組んでここにしかないおいしいおにぎりを提供できるようになったんじゃ。おかげさまで安野おっさんおにぎり食堂のある商店街には連日たくさんのお客さんが県内外からお越しくださっておるの。またお客さんにおにぎりを買ってもらった売り上げの一部から子ども食堂や無料の子ども塾を定期的に開催することができるようになったんじゃ。すごいね。お客さんがあってこそじゃ。ありがたいわい。子ども塾について、毎週木曜日の16時30分から18時まで安野おっさんおにぎり食堂の2階で安野おっさん子ども塾を開催しておるぞ。安野おっさん子ども塾は少しずつ賢く強く優しくなる塾じゃ。小学生なら誰が来ても OK。 この塾のお約束はいつもご機嫌でいることじゃ。来た時はこんにちは、帰る時はさようならとご機嫌に挨拶するぞ。自分のできることをご機嫌にやり、助けてほしいことがあったらご機嫌に助けてというのじゃ。助けてあげられる人はご機嫌に助けてあげる。助けてもらったらありがとうとご機嫌に言うのもお約束じゃ。そして来た時よりも綺麗にして帰る。それが安野おっさん子ども塾じゃ。へえ、楽しそうだね。そうじゃとも。勉強は楽しくするのが一番じゃ。さらにここでは最新型の個別学習システムの天神を使って勉強することができるぞ。これは天神のメーカー株式会社タオが協力してくれて実現したんじゃ。株式会社タオさん、
ありがとう。宿題したい子は宿題もできるぞ。わからないところはみんなに相談して学べるんじゃ。勉強の後はお楽しみ。特製のチャーハンおにぎり、チャーおにがもらえるぞ。おいしそう。お店にも売ってないメニューなんだよね。うむ、子供にも大人気じゃ。ところがここで問題が。子供塾が人気になってきて、天神で勉強するためのノートパソコンが足りなくなってきたんじゃ。せっかく勉強する気になっても順番待ちか。そこでじゃ、余っているノートパソコンの提供を募集したところ、無償提供するよという企業さんが現れたのじゃ。嬉しいね。早速その会社さんを紹介してみよう。森山市にある寺田庄司さんじゃよ。寺田庄司さんは森山市でガソリンスタンドや未使用コンパクトカーの販売、そして地産地消のトマトの販売も行っている会社さんじゃ。ですね、まあ、子どもさんの学習に、まあ、ぜひ役立っていただけるのに、まあ、役立てばと思う、その気持ちで、寄付をしました。使われてない資源って、まあ、いろんなところに余ってると思いますんで、皆さんがちょっとこうアイデアをね、こんな残ってないかなとか、どっかで遊んでないかなとか、そういうのを考えれば出てくる、意外と出てくると思いますんで、まあ、意識一つかなと思います。寺田庄司さん、ありがとう。いつもおにぎりを食べてくれて応援してくださる皆さん、本当にありがとう。安のおっさんおにぎり食堂子ども塾がどんどん広がりますように。これからも応援してね。安のおっさんおにぎり食堂についにすじこが登場。厳選された紅鮭の卵を使用した濃厚な味わい、食べに来てね。風ザーザー。大雨が降ってきた。わあ、川があふれてるプリン。危ないよ。大雨の時は川や溝には近づかないでね。雷が落ちてきた。木の下に隠れるプリン。待った、木の下は危険だよ。雷が鳴ったらすぐに建物の中に入ってね。台風だ。注意して、物が飛んでくるかも。みんな、台風や大雨の時は勝手にお外に出ないでね。はーい。今日のエンディングはこちら。コアラジー、波が風がハートが荒ぶるぜ。寄せ合い俺は一匹コアラ。見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。